ワンシン岡田監督、負けフラグ点灯。俺、周りが、山本言うけど、第一戦に投げるピッチャー、としか思うてないよ。なんでそんな山本言うんやろな。それが、俺は不思議よな。もちろん、まだ第一戦に投げるとは発表されていない。だが、虎は山本が1戦目に来て0勝1敗からスタートする、とまで言うような風潮に黙っていられなかった。16勝、防御率1、21、169奪三振、勝率、727。投手主要タイトル4部門を3年連続で独占、コンオフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する可能性もある、誰もが認める日本のエース。だからなんだ?とばかりに、岡田監督は続けた。6つ負けてるんやろ?大竹、2つ、12勝、しか負けてないやん。成績がええから言うて、絶対打てへんことなんかあるわけないやん。まだまだ攻撃は止まらない。最初から山本やから、わい、打てません、って。そんなんやったら、試合やらんといたらええやん。もう棄権するわ、それやったら。バカやん、そんなん。何言ってるんや。交流戦できっちり8回零封されててくさ。山本は6割してて大竹は2割しかしてないから、これ謎理論すぎやろ。勝ち負けは投手の実力に関係ないやん。フラグやんこれ。山本義信をボコったからとか根拠があるのかと思ったら8回無失点で負けててくさ。なんでそんな自信あんねん。こういう他のチームの選手臭す発言は時代にあっとらんよ。アップデートした方がええぞ岡田。さすがに引く。負けの数を言うと村上に帰ってくるからやめて。山本義信までこういう言い方する必要なくない？いいピッチャーだけど負けへんで。って言えばええやん。まあワンシンの選手も聞いてると思えば弱気なことは言えんのよ。それならええ選手やけどうちの選手なら攻略できるとか言いようがある。6割してるから良いピッチャーじゃないわ草。こいついつも喧嘩売ってんな。なぜ自ら敵を増やすのか考える。そら1点しか取れへんと思ったらその時点で負け取るからな。大量得点するぐらいの気持ちでいかなあかん。草。どんでんが喋ると必ず音程はなあかんししょかなあかんのか。これぐらいバチバチにやり合う方が面白いやろ。やり合う?ワンシンサイドしかやってなくね。わざわざ山本義信を腐す必要ないやろ。冷えてる大山復活させろやどう見てもメンタルやろ。チナトラやが、ガチでわずかしいからやめてくれ。ほんまおもろいなどんでんは、わら。何も間違ったこと言ってねえだろ。6割してるのは事実だし。まあ山本が投げるに戦は折が勝てるっていろんな解説者が言っとるからイラッときてるんやろな。どんでん大竹好きすぎやろ。タケルトラ打線よ。フラグを思い切り立てやがった。オリックス打線が微妙になってるから村上が抑えれば勝てるよ。1点はなんとか取れ。煽るねえ、わら。確かに。選手の思い込みを防ぎたいんやろな。どんな選手にだって隙があると。これは戦略やぞ。打てないと思って試合してたら打てるわけない。ここでイラついてるやつに向けて言ってるわけじゃないからな。ワンシンの選手に向けて打てるんやからこれでええねん。またフラグ立ててるやん。単純にパリーグの試合見てないだけやろかを。まあ指揮官の姿勢としてはええんちゃうか。